はい、この動画では Gmail で受信メールを自動で振り分ける方法を解説をしてみます。で、Outlook とかですね、あと Windows Live Mail なんていうですね、まあ、メールのソフトを使っている方はですね、その自動振り分けというのをやったことがある人もいると思うんですけども、 Gmail でもですね、その受信メールの自動振り分けというのができますんでね、早速ね、その設定の方法を解説をしてみたいというふうに思います。じゃあそれではですね、その振り分けをしたい受信メールの一番左側のところですね、このチェックボックスのところをクリックしてチェックマークを入れます。でそうすると画面の上にですね、このその他というボタンが出てきますので、こちらをクリックですね。はい、そうするとこの中にメールの自動振り分け設定という項目がありますので、こちらをクリックします。はい、そうするとここでですね、振り分けのいろんな設定をね、まあ、入れられます。こういうメールアドレスとかね、件名とか、そういう文字を含む含まないとか、添付ファイルありとかっていうね、まあ、いろいろ設定ができますんで、ここはね、ご自身で振り分けをしたいルールというのをここで入れてもらって、で OK だったらこの右下のこの検索条件でフィルターを作成というボタンをクリックします。はい、で次にですね、ここでこのラベルをつけるというところですね、こちらのところをチェックを入れてもらって、でこのラベルを選択というところですね、こちらをクリックします。で、まあ、今ね、ちょっとラベルを作ってないので、新しく作る場合はこの新しいラベルというところですね。で、すでにラベルが出てる場合は、ここにね、その自分が作ったラベルがもう出てくると思いますので、まあ、今回はこの新しいラベルをクリックします。はい、で、ここにですね、ラベル名ですね。まあ、今回ちょっとテストにしますね。ここはご自身でね、その仕分けの、しやすい、まあ、わかりやすい名前を入れてもらえればいいと思います。これで作成ですね。はい、そしてこのテストというね、ラベル、先ほどの、まあ、検索条件で、テストというラベルに振り分けますよという設定ができましたので、これで、フィルターを作成というボタンをクリックします。はい、そうするとですね、このね、まあ振り分けの設定が入りますんで、この次回からですね、このね、設定、自分がご自身が設定した振り分け設定のメールが受信したときに、この左側にあるこのテストというところですね、こちらにこのメールが振り分けられると。まあ、今すでにね、これは振り分けられてますね。はい、まあ、こういった形でですね、Gmail の方でもその受信したメールをこう振り分けることができますんで、こうたくさんね、このメールが届く場合はですね、この受信メールのところにどんどん溜まっていってしまって、分かりづらくなると思いますんでね、この自動設定、自動の振り分けの設定をしていてもらえると、まあ、非常に便利かなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきましてありがとうございました。動画をここまでご覧いただきましてありがとうございました。で、この YouTube チャンネルでお届けしている動画とは別にですね、パソコン力劇的アップ動画講座 5days ということで、5日間の無料の動画講座というのを別途お届けをしています。で、この YouTube チャンネルの動画はね、たくさんありますんで、見ていただくことによって、まあ、いろんなソフトウェアの、ね、使い方とか、まあ、便利な活用方法っていうのは覚えていただくことができるとは思うんですけども、ただですね、そういう活用の前に、やはりそのパソコンの基礎力というのが非常に大事です。で、この基礎力がつくとですね、そのパソコンの活用の幅、あなたのパソコンの活用の幅というのは非常に大きく広がりますんでね、まあ、もしですね、あなたがパソコン基礎からしっかりとね、基礎力をつけていきたいということでしたらね、この5日間動画講座ですね、これすべて無料で見ていただくことができますんで、この動画の下の説明欄に、その申し込みのフォームの URL がありますんでね、ぜひそちらをね、クリックしていただいて、動画の方を見ていただけるといいかなというふうに思います。じゃあそれではですね、次はこのパソコン力劇的アップ動画講座 5days の中であなたとお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。